寺の交差点です。まあ、さっきまでね強い夕立ちがありました。ここら辺はあまり降らなかったみたいな。本当はね、まあ、来るわけじゃなかったんだけど、まあ、ちょっとアイスクリームと、まあ、ニンニクと、まあお肉があったら買おうかなみたいな。やっぱり人間お肉買わないとダメかもしれない。タンパク質がね、動物性のタンパク質、植物性はまあ大豆とかそういったものでいいけど、私の家はおっか亭とか、まあ、そういうの利用しませんね。ダイヤマンの大感謝祭だって。あまあ車検受けるのにダイヤ4本ダイヤマンで交換しましたね。もうはるか昔みたいな気がする。具合が良くなったら、まあ、草津のミスターダイヤマンのところを曲がってって、まあのぞり湖とか尻焼き温泉とか、あっち方面はね標高が高いから涼しいんですよ。具合が良くないからなかなか出かけられなくなっちゃって、あんまり歩かないあんまり歩かないようにね。かといってあまり近いと危ないから、混んでるところはねここら辺が限界ですかね。
こんな感じで運転しています。ここね、まあもちろん右折したいわけですよ。ここで右折するの大変だよ。来るからね。こういう公道じゃないところの止まれっていうのは止まんなくてもいいような気がするけど、まあ一応止まった方がいいのかね。まあ何かあった時にね。もうほんとここね、公道化しちゃってるんですよ。ね、こんな感じになってるよ。これは、まあ、公道の一時停止標識だと思われますよ。よいしょ。この信号のとこでね、どうしようかな、またまあ、クリームシチューでも作ろうかな。でもね、クリームシチューのね、ルーがね、2個分しか残ってないんですよ。だから、カレー粉でも入れちゃえばいいか。今度は、ギュリームシチューじゃなくて、もうカレームシチューね。カレームシチュー。はい、五色マッサージだって。なんかゲップが出ちゃった。これはピーナッツだ。ピーナッツ。何をだっけ、ピーナッツいただいたの。だんだん年取ってくるとね、そういったものがあまりうまく消化できないのと。福島っていうところですよ。でも福島っていう名前多いよね。まあ、タマタンのところにもあるし。
こはね右折するんですよ、うん、水寺ですから